制業を略約35年1月28日は、中国名、台湾停止政権時代の軍人、政治家。陽名は、二式と言い,い、人は二式席と呼んだ。字は剣ので、式典とこうした。台湾を支配した停止政権の主、帝政校の長男として生まれる。1661年に父成功が台湾を攻略した際には、アモイの留守を預かった。 翌1662年に、父が母子した後、後継者をめぐり在台湾の政権幹部らが、擁立したお辞帝重ねと争って、これを破り、停止政権を継いだ。彼の政権では、陳久しかの功績が大きい。1663年には、父を祀る帝、成功祖廟を、現在の台南市に混流している。百七十四年から百七十六年にかけて、 清志を揺るがした三藩の乱にあたっては、五三景ら三藩側を支援したものの、戦火なく退いている。1681年、上天府にて死去。去年40。定業の後は、次男の定活が継いだが、1683年、四を率いる新軍に降伏した。定氏の台湾統治は1683年まで続き、 合計23年間の期間に及んだことになる。なお、父聖光は、自身の目標である、半身また、民を果たすことなく死去し、また、台湾と関連していた時期も短かったが、台湾独自の政権を打ち立てて、独立の国として、台湾開発を促進する基礎を築いたこともまた、事実である。そのため、天聖光と、父帝支流、日本人の母田川松。 帝政功のこの定義を、この三代の歴史の流れを合わせた上で、帝政功という存在は、京台湾人の精神的支柱として、社会的に極めて高い地位を占めている。ありがとうございます。